トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですね、新春スペシャルということで、2021年大胆予想、イギリスにいつから行けるのをお届けしていきたいと思います。お届けするのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いします。イギリスにいつから行けるの、本当にね、ヨーロッパでもとても人気のある国になりますので、皆さんすごい注目もされているかと思います。そしてですね、いろいろと新しい、新型コロナウイルスの情報なんかを聞いていて、本当にイギリス大丈夫なのかなって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、そのあたりについてもお話をしていきたいと思います。まずですね、今日この3つのトピックでお話をします。イギリスの現状ですね、とイギリス旅行の今後の見通し、そして最後にいつからイギリスに行けるのかなということで、私大胆予想をしていきたいと思いますので、動画の方最後までお付き合いをお願いします。ではまず最初にですね、イギリスの現状から見ていきたいと思います。いきなりロックダウンって出ちゃったんですけど、11月の5日から12月の2日まで、ロックダウンをしていました。これなぜかって言いますと、10月ぐらいからですね、だんだん1日あたりの新規陽性者数っていうのが2万人を超えたりすることが出てきて、で一度ちょっとそのあたりで数を抑えるためにということで行ったのが、このロックダウンになります。で当然12月の2日までだったので、そこから明けて皆さん、クリスマスの準備だったりとかね、そういうのでこう人の往来が増えまして、そこからですね、12月の19とかそれぐらいですかね、からこうなんか新型コロナウイルスの変異種というのがなんか出てきてるぞということでですね、これが従来のですね、ウイルスとの感染力が最大で 70% ぐらい強いものが強い可能性があるということで、でこのままの通常の生活を行っていてはまずいということで、今までが、この警戒レベルでいくと、それまでが警戒レベル3が一番最高の警戒レベルだったんですけど、ロンドンとかイングランドの、東部及び南部には、20日からは12月の20日から新設されたですね、上のレベル4ですね、このレベル4っていうのに、しました。で、このレベル4っていうのはどういうことかと言いますと、生活必需品以外を売る店舗が閉まるということになるので、本当に生活に必要なものだけを買って、であとはステイホームという形ですねになっているので、本当に私たちね、日本人からすると考えられないぐらい皆さん現地の方はやっぱりクリスマスを楽しみにされてますので、そのクリスマスも静かにこう家で過ごす、いろんな方に会いに行ったりとかっていうことはしないで、家にいましょうというような今、警戒をしている状況です。でこれがですね、年末年始こういった形でロックダウンをして、で1月にどういった結果が訪れるのかというところで、また今後のですね、そういったロックダウンを続けるのかどうかとか、そういったところにつながってくるのかなと思います。現状今イギリスっていうのはそういう状況だというのを知っていただければと思います。続いてですね、イギリス旅行今後の見通しということなんですけど、今ですね、フライトスケジュールが、ロンドンから羽田と羽田ロンドンという便が、就航してるんですが、日本航空がだいたい週5便、全日空が週4便、で英国航空、ブリティッシュエアウェイズが週3便を就航してます。結構皆さんの感覚からすると、意外と飛んでるんだなというような感じなのかなと思うんですけど、それだけのやっぱり人の往来があるっていうところなんですね。ただですね、12月の、先ほどもお話ししました、新型コロナウイルスの変異種っていうのが出てきて、英国でこうそれがこう広がっているっていうことを受けまして、12月の24日からはですね、新規の就航を見合わせてっていう形になって、で一旦ですね、日本人の方以外の国籍の方の入国を今止めているような状況です。で12月の27からは、
日本の方とかでもですね、今までっていうのは入国の際ですね、まあ、現地を飛んでくるときに、まあ、PCR 検査とかも必要なかったんですが、もうそれもマストにして、でプラス日本に着いてからも検査を受けて、でその後にまた14日間の、自己隔離をするっていうことに、変えていってます。ですので、まあ今までは結構ですね、まあ、イギリスに行くのも行ってから行く時も日本の方っていうのは特に PCR 検査とかも必要なく現地に着いたら隔離もなく動けて、で帰ってくる時も日本人の方に関しては別に PCR 検査ともなく帰ってきたら、まあ、14日間の自己隔離だけでいいっていう形だったんですけど、まあ、それに帰ってくる時も必ず PCR 検査が、現地を飛ぶ前に必要とかいう形で、まあそのあたりを厳しくしていっているような状況です。で、まあ、日本に着いてからもですね、入国時に位置情報の保存ができるような、アプリなんかで、まあ、位置記録をこう終えるようなものも入れてもらって、でその辺の経過を観察するっていうことも行っていきます。なのでね、まあ、ちょっと当面の間はやっぱりイギリスからの入国の方に対する、検査ですとか、あとは経過観察っていうのが厳しいものになってきます。そしてですね、そんな中なんですけど、大胆予想をしていきたいと思います。私がですね、2021年いつからイギリスに行けるのというところでは、2021年6月からはですね、行き来ができるんではないかなと思っております。これなぜかというところなんですけど、まず一つですね、6月、まあ、季節の問題ですね。皆さんご存知のように、やっぱりこのウイルス、寒い時期に当然活性化しますので、6月という暖かい時期になってくると、当然まあ4月ぐらいからそういった新規陽性者の数っていうのは減ってくると思われます。そんな中でまた人の行き来を再開しようという流れが出てくるっていうのは当然だと思いますので、そのあたりで一つの要因としては季節ですね。で続いてが、まあ、ワクチンの部分ですかね。当然イギリスは本当にもう早い段階で12月の段階からですね、もう何百万単位のこうワクチンを、まあ、接種できるような状況になっていてっていうことなので、まあ、そのあたりも増えてくるでしょうし、日本の方もですね、2021年の前半にはワクチンの方の接種を始めるっていうようなことを言っていますので、まあ、そのあたりを合わせて鑑みると、まあ、6月っていうのは無理じゃないのかなと。そしてあと一つは、まあ、オリンピックですね。8月のオリンピックに向けてのやっぱり人の往来というところで、まあ、お互いにそんなにこう長い期間の自主隔離がなくこう行き来ができるような施策っていうのは当然国も打ってくると思いますし、そのために必要な PCR 検査とかっていうのを、まあ、一つこうルール化してとかっていうようなことも出してくると思うので、私の大体予想としては2021年の6月には素敵なイギリスに行き来できるようになってるんじゃないかなと予想いたします。さあ、この予想がですね、皆さんの役に立ったなと思われる方は、ぜひ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。2021年も、トラベラーチャンネルパワーアップして、たくさんの有益な情報を皆さんにお届けしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。バイバイ。